ね、食べたんだけどね、なんかそのご飯食べるときお腹いっぱいで全然食べれなくて、で今お腹すいたっていう。これファンの方からいただいた靴下、ありがとう。お久しぶりですって。握手会、最後の握手会でした。もう今日は YouTube を配信したんですけれどもね、マジで眠い。今になって最後行かなくて後悔してる。ああ、もう終わっちゃったんだからね。クリスマスイブだからチキン、ピザ、ポテト、ケーキ食べました。マジ？いいな。私もさ、持って帰ってきたんですよ、チキン。見て、ケンタッキーの。うわー、これやばい。いい香りすぎるじゃろ。うわー、食べよう。舐めちゃおう。またお母さんに怒られる。ちょっとあの匂い嗅いだらさすがに我慢できなかった。クリスマスイブだからカロリーゼロ。卒業発表後どこかで行けるかなと思いました。行けなかったのまた会えること楽しみにしてます。みんな誕生日イベントお申し込みしました？あと15分だよ。通常席派だ。バースデーイベントは1時間ぐらいですかね、大体。通常関原も、マネージャーさんにさ、関原さんっていう名前のマネージャーさんがいらっしゃるんですけど、多分普通にそれで関原って打った。そろそろ開きました。濡れてます、まだ。ああ、本当にいい匂いがする。で、炭酸シュワシュワ飲みたいんで
これ美味しい。いただきます。これ美味しいよね。盛大なセレモニーの後に普通にキッチンから来たね。あんな泣きながらありがとうとか言って数分後にはキッチンから行ってました。いただきます。見て、メリークリスマス。あっちあっちあっちいな。みんなメリークリスマス。イブ。うんふん。おいしい。これめっちゃ飯テロじゃない？タワーありがとう。ソースつけながら、ありがとうチキンタワーバーベキューソースの肉。確かにビール飲みたい。飲みたいですわって言って、ビールビールなかった気がするよ。見てみる。見に行こう。レモン丼しかなかったよ。レモン丼あるんかいっつって。レモン丼はさ、いやあるんですけど、レモン堂さ、ホームラン缶だからさ、大きい。
にケンタッキーの。いやちゃんと手洗ってきた、こう見えて。ね、ごめんなさい、私そういうことする人間なんです。本当にごめんなさい、本当にごめん。良くないよね、ごめん、怒んないで。ドライヤー、ドライヤーでチキン挟むの。ケンタの油はヘアオイルってやばい。怒んないで。違うんだよね、あのね、ドライヤーが嫌いでしょ。だからそう、ドライヤーの間にいろいろ挟みたいの。だからドライヤーして、歯ブラシしてドライヤーとか、あのドライヤーでいろんなものを挟みがちというか、癖なんですよね。ほんと良くないと思うんですけど。でその歯磨いてる間にちょっと乾くじゃないですか、髪が。で仕上げはドライヤーみたいな感じで、ちょっと何言ってるか分かりませんけど、仕上げお母さんか。仕上げはドライヤーっつって。よし、順位を見たいと思います。 YouTube との差がいいですね。真面目な私は YouTube。 でもさ、これさ、ショールームやめたらさ、この私はどこに発散したらいいわけ。13位オゲリンやったチームナンさん、12位マサリンさん、11位アヤナのクマちゃん、3年間休校につき、3年間も休校につき合ってくれてありがとう。改めてやってあげて。はーい、10位ゆきちゃん、9位ちゃんた、8位マサとイブにゾンビ倒してる。みんなもっと褒めてありがとう。みんなゾンビ倒してくれてありがとう。7位やっちゃしたぐちみなんさん、6位 SAT サトル岡田さん、5位クリリカさん、4位ひろゆきさん、3位めじさん、2位のおじいさん、1位がかなちんでした。かなちん、たまありがとう。そして55位モノちゃんくがとてねこさんでした。ありがとうございました。今日は本当にみんなありがとう、ありがとうございました。みんなメリークリスマスイブ。じゃあね、ありがとうございました。ドゥムってく、ドゥムロ、バイバイ、おやすみ、また明日ね。
ロンティはめっちゃシワシワ。